アグニ神。18世紀細密画より、アグニは、インド神話の家心。赤色の体に、炎の衣をまとい、二面二匹で七枚の舌を持つ、姿で描かれることが多い。ディアウスとプリティビーの息子とする説もあるが、ブラフマーの創造したレンゲから誕生したとする説や、太陽、または、石から生まれたとする説もある。また、 誕生後すぐに両親を食い殺したとも言われる。妻はスバーハーで、一説によるとスカンダも彼の息子であるという。アーリア人の配下信仰を起源とする古い神だと考えられ、イラン神話のアータルと起源を同じくする。火のあらゆる属性の神格化であるが、特に儀式における採火として重視される。供物は最火たるアグニに投じられて、煙となり、 天に届けられ、神々はアグニによって最上へ召喚される。すなわち彼は、地上の人間と天上の神との仲介者であり、リグベーダにおいては、最初に、名前が呼ばれており、冒頭で参加が捧げられ、インドラに次いで、多くの参加が捧げられるなど、極めて重視される。また彼は天上にあっては、太陽、中空にあっては稲妻。 地にあっては災禍など、世界に偏在する。家の日、森の日、また真珠の怒りの炎、思想の日、霊感の日としても存在すると考えられた。また人間や動物の体内にあっては、食物の消化作用として存在し、栄養を全身に行き渡らせて、健康をもたらし、ひいては子孫繁栄や財産の増大などももたらすとされた。後には、 ローカパーラヤガミの一柱として、東南の方角を守護するとされた。だが、後期になると、影が薄くなり、助上し、ラーマーヤナにおいて、ラーバナによって、尻尾に火をつけられた、ハヌマーンの治療をした程度である。仏教では、テンと呼ばれる。筆体と文書に見られる、深刻悪にはアグニからの借用だとする説もある。サンスクリットのアグニーマイナスは、 インドヨーロッパ祖語 HNG にマイナスから派生したものと考えられ、アグニのほか、火も表し、これと同言の語にはロシア語、ヒやラテン語イグニス、火などがあり、後者は、動詞イグナイヤーの過去分子、イグナイテスを経て、英語イグナイト、火をつけるの語源ともなった。ありがとうございます。